百合高原鉄道株式会社は、秋田県で町海山六線を運営する第三セクターの鉄道会社。国鉄再建法施行により、第一次特定地方交通線に指定され、廃止されることになった日本国有鉄道八島線を引き継ぐため、秋田県及び沿線地方自治体である本庄市、百合町、八島町などの出資により設立された。本社は、 秋田県由利本城市八島町に所在。路線は小吉川に沿っており、支流では秋に、酒の素状を見られることがある。晴れた日には、車窓より、長海山が望める。終点の矢島駅からは、猿倉温泉の宿泊施設による送迎がある。真心列車、真心列車として、秋田おば箱姿のアテンダントが1日1、往復乗務し、旅客への案内や、 乗降補助、乗車証明書の配布、車内販売を行っている。アテンダントは、イベント列車の企画や営業も行っており、団体列車にも乗務している。2015年現在、2形式5両の機動車が在籍する。全車に、おばこの愛称が付けられている。 イヤーマイナス2001イヤーマイナス2002イヤーマイナス3001イヤーマイナス3002イヤーマイナス3003イヤーマイナス1503イヤーマイナス1505ありがとうございます